地の野菜で滋賀の新しい名物を作ろう。カリスマパティシエや一流シェフが挑みます。それが食のバラエティアグリンチュは、アグリンチュ公開試食会の様子をお送りいたしたいと思います。 G、 それで試食したのは何のお野菜？何かも？ほっほっほ、やはり気になられますね。いやー、なかなか予想できないのでと思います。え、まさかこれみたいに驚かれるでしょうな。もしかして、ですとか、当たったかも。ということで、試食会を行うイオンモール草津さんにやってきました。うわー、私のサイン会にたくさんの人が来てくれてるわ。いえ、試食会に来ていただいた方々でございます。皆さん、お待たせしました。それではアグリンチュ公開試食会始まるんだもん。そしていよいよ午後2時、試食会スタート。お題となるお野菜はこちらです。当たった、やっぱり人参です。お味噌でしました。神だこの野菜。JA バンク滋賀さんがその日の朝、畑から直接人参を収穫してくださいました。前田シェフも登場したところで、スイーツの発表。グルマン・ア・ラ・キャロット。人参の素朴な甘さを引き出したパウンドケーキに、色鮮やかなコンフィチュールをサンド。お口の中に広がる芳醇な人参の味わいを堪能できる一品です。今日はこちら試食していただきます。どこにも売っていない、キャロットのスイーツです。では、いよいよお待ちかねの試食。その前に、いただきます。今回お手伝いに、元アミンチュガールのかなちゃんとよりこちゃんが駆けつけてくれました。滋賀の地の野菜でできたスイーツ、一体どんな味がするのでしょうか。用意された200食がどんどんなくなっていきます。 JA バンク滋賀提供、食堂バラエティアグリンチュこれって完食。さて、気になるお味は？野菜と思えへんぐらい美味しいです、これ。美味しい。美味しかった。美味しい。美味しいです。美味しい。人参のスイーツっていう感じですね。はい、美味しいです。すごい美味しいです。自然な甘み。美味しかったです。すごく、人参私嫌いなんですけど、全然抵抗なく、人参って言われないとわからなかったんで、もうほとんどでもこの子に食べられた。美味しかったみたいで。人参の味はちゃんとしてるんですけど、子供でもすごい食べやすくて美味しかったです。地産地消についてどう思いますか？
産地消ですか？そうですね、やっぱり地元で採れたものはやっぱり一番安心して食べられるんで、また子供にも安心して食べさせられるっていうのが一番大きいのでありがたいことです、はい、やっぱり無駄に移動してないんで新鮮ですよ。だからそれはいいと思います、はい、一番安心できますけどね、はい、結構産地はチェックしてて国産のものじゃないと嫌やなっていうのはあります。前田シェフに感想を聞きました。あ、なんか美味しそうに食べてくれてたんでちょっとホッとしました、はい、ちょっとなんかやっぱりどんな反応かなっていうのは心配だったんで、野菜の見方がちょっと変わりました。なんか野菜のその良さとかそれを使ったスイーツっていうのはイメージができるもんだなっていうのは今まであんまり考えたことなかっただけですごいびっくりしました。ありめちゃありですね。そういうなんか自分のこの生活の範囲の中に近いっていうのはすごい嬉しいなと。JA バンク滋賀さんに感想を聞きました。いや、たくさんの人に集まっていただいて非常に大成功でした。子どもたちもたくさん集まっていただいてそれが嬉しかったです。こういう場を通じて滋賀の野菜をもっと知っていただければなと思います、はい、せーの、大成功。新年早々、アグリンチュが全く読めない展開に。今度のお野菜スイーツは和菓子？滋賀で採れたお野菜と滋賀が誇る和菓子の達人が出会った。果たしてミラクルなお野菜スイーツがアグリンチュで誕生するのか、乞うご期待。洋菓子のカリスマ、パレットオーナーシェフ前田翔造、ドイツ料理のマイスターヴィルツブルグオーナーシェフ高橋正樹、そして第3のマイスターは高島市に店舗を構える和菓子のカリスマ達人。芸術的な和菓子で幾多の栄光に輝き、その名を全国に轟かせる。アメリカ各地でも講師として和菓子の講演を行う。そんな高島市のマイスターが和菓子で次回のお野菜スイーツに挑む。果たして和菓子の達人が店を構えているというこの高島市で奇跡は起こるのか。アグリンチュ最大のチャレンジが新年早々始まる。お見逃しなく。皆さん、今日が今年最後の放送でございます。今年は湖南市の下田ナスからチーズタルト、大津市の小松菜からはスフレロール、日野町の日野菜ではクーヘンを、また多賀町の人参ではグルマンアラキャロット、そして安市の春菊からは春菊娘と、たくさんのお野菜スイーツやお料理を創作しました。地のお野菜というのはですね、やはり地産地消と申します。来年もよろしくお願いするも。抜け駆け。かぴょー！来年の放送は1月10日からでございます。それでは、JA バンク滋賀の皆さん、熱いメッセージを。滋賀の皆さんと一緒に食のムーブメントを起こします。この番組は JA バンク滋賀の提供でお送りしました。